お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、2.6 ホグをですね、まあ、使っていこうと思うんですけど、まあ、僕にホグのイメージがまあないと言いますか、まずね。2.6 ホグをほぼ使ったことがないぜですね。ちょっとはさすがに、その、まあね、やっぱ使ったことあるんですけど、言うほど、うまくもなく。まあ、そんなにっていう、ただの2枠中の2枠なんですけど、まあね、ちょっとホグ、やっぱ使えるようになりたいと言いますかね。なんだろうな。結局、今、その、マスケが強くなって、なんだろうな、2.6 ホグ最強じゃねみたいな言われてる世間なんでね。なんで、やっぱまあ、使えるようになってそうはないと思いますので。はい。今日26です。26、にわか 2.6 なんですけど、そう、僕、スケルトンとかアイスピっていう、この細かいものたちを使わない人なんですよ。ほぼ使ったことがないまであるんで、なんでこのスケアイスピの使い方がむずいですね。こういう吹き矢とか止めるのとかも。ね。なるほど。あー、これもやった。これ多分マスケ、もう一個右なんですよね。これは、シンプルにホグ関係ないや。シンプルにホグ関係なく下手だった、今のは。まあ、これ大砲行って、SP バレルこれずらしてる。OK。で、ここでホグ飛ばしたいかな。あ、でも、飛ばしてもどうせギャングで防衛されちゃうんですよね。だから、ファイボと一緒に、あー、なるほど。このアイスピ無視。しまいプニー。いや、吹き上がったね。吹き上がった。あ、これはファイボ打ちます。ギャング読みっす。ほい。あー!やっちゃったよ。やっちゃったよ。こういうことすると良くないんですかね、多分。ちょっと待って。こういうことすると負ける説ある。オッケー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 。まあでもここは、あー美味しいですね。大砲が強い。大砲も、まず使わないっすよね、基本的に。このホグぐらいしか。大砲、なかなか使わないっすからね、はい。という感じで、まあまあまあ、今のところ悪くはないんですけど、ないんですけど、むずいですね。むずいですね。これちょっと結露ロケット撃たれていいから、まあ誘いまでありますね。さすがに撃たないか。おい、来た。で、これでウッディ流します。絶対ギャンクアウトロー。あーい、違うやんけ。全然違うやんけ。早く撃って。よいしょ。まあ、これ、高回転で、スケアイスピダのバレル、運が良ければ完封。まあ、出す位置を覚えてればなんですけど、まあ、言うて、まあ、スケースケとかで結構守れるんでね、いいかなと思います。で、今、ギャング持ってるから、ウッディ転がす。うわーお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 ー美味しい。これまあ、なんか気持ちで頑張る。気持ちで頑張る。なんか強くね知らんけど。あれくしゃみ出る。いや、なんか知らんけど強いくないですか知らんけど。マジで。なんか、なんで勝ったんかわかんないけど、まあ、ホグが殴ってた。そんだけなんですけどね。ちょっとやって。やばい。26説明とかマジでわかんないもん。やばくない?ちょっと待って。26をなんかガチ解説とかは多分僕には多分到底無理。なので、まあ、26のガチ解説を見るなら、まあ、ローラポロンかな。ローラポロン選手が動画上げてるんでね。2.6 ホグメインで。なんで、そっちを見る方がいいと思いますね。よいしょ。まあまあまあ、にわかでいいならね。にわかでいいなら、ぜひ僕の見てくれるとありがたいんですけど、マジのにわかなんでね、本当に。うまいもクソもないんで、これ。まあ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 、で、こういうとこにマスキを割いていいのかな。ちょっともったいないっすね。これで、ちょっとルート帰ってからのアイゴレで逆サイ。オーケー!おしゃれ。で、このファイブを、俺だったら打つけど、やめる。丁寧にいきます。丁寧にいきます。なるほど。ケツマスケして、あー、トルネがあるな、これ。アイスイズナイトライドラ。トルネちゃんがありますね。あー、ポイズンサイト。あー、絶対トルネ、あ、違う?あー、やっぱ吸うよね、結局。結局吸うよね。ってことで、今1枚僕は回して、間まで1枚も回ってないんですよ。ここですね。ここで、ホグも、やっちゃいます。ぽい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 。したらもう相手まだ1枚も割いてないんですよ。
で、僕がここで回転で、今相手2枚、あともう2枚回さないと。あーまふざけんなおい、それ。おー、これずるくね？いや、やば。これで北完封はちょっと違うくないですか、話が。だって、ね。取れない時に、せっかく攻めたのに、うん。名前忘れたよ、また。チートおばさん、チートおばさん、よって、止められた。あれずるいっすよね。マジでずるいと思うんですけど、僕。まあもう、ファイボで削るんですけどね、僕も。これは正解なのかわかんないですけど、だって、ホグ取んないから、ファイボで削るしかないですもんっていう、現実ですね。そういうことですね。はい、もう、スペル削りいきます。で、1個上の大砲出しとけば、どこに、何飛ばされても大丈夫っていう。んどこに何そう、どっちサイドに今、ホグ飛ばされても大丈夫っていうのでね。おい、大体これ無駄にコスト使うしかないでしょ。いきまーす。ファイブ削りスタート。いや、これなんですよね。これ、上手い人みんなやってる。ファイブ削り。もうむずいけど。ファイブ削るタイミングとかはむずいけど。で、相手これホグ回ってなくて、え？来た。あれもない。ホグ回ってなくて、取れねえと思う。ほい！あったけど、いいや。勝った、勝った、勝った、勝った。余裕ですね、これ。余裕だ。多分 2.6 の才能に溢れてるまである。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、君。あー、落ち着いて。一回落ち着いて。ほい。彼の？オッケーイ！グッドゲーム。まあまあ、まあまあですね。悪くはないと思うんですけど、綺麗じゃない。美しくないですね。もっともっと、2.6 ホグを、まあ、使う条件として、綺麗に勝たないといけない。適当。勝手に決めた条件なんですけどね。なんかでも、26うまい人ってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。なんかもう、分かってますよね、だって。あ、こここうする、こうするみたいな。このタイミングのホグみたいな。え、なんでそれ入るみたいな。感じの分かってるんだね。そこがすごいですね。それも多分、量やればの話だと思うんですけど。こういうところ困るんですよね、僕。あ、これ美味しい。美味しい。あえてペッカですね。あ、これでこのアイゴネに対してホグ合わせます。美味しい。ぽい。で、多分ペッカ受けされるかな。カモン。あー、だよね。でもホグが多分2発。あー、君。オッケー。それは違う。で、これをマスケからの逆サイアイゴレで釣って、で、これは知らない。知らないけど、もうこれでほぼ溶かしてくれるといいんですけどね。マイスピで。これやばいかな。まあまあ、これつけて守れます。で、今ホグ飛ばすと、僕、ギャングというのなんですよ、相手。やばい。することなさすぎた、これ。絶対こうなるくないですかっていう話。マジでね、することなくなる。で、ここでホグ飛ばしたいですね。で、ここで飛ばすんですよ、上手い人。ぽい。すると、相手はユーノもギャングも咲いた。何がいる？あー、マスケか。オッケー。おいしい。おいしい。もう一発。ぬじ込め。おいしい！で、これアイスピ連盟する相手も一緒だった。おい。おい。まあ、こんな感じですね。これ地味なマスケの連盟が多分、大事って聞きました。どっかから聞きました。ギリギリまで延命は大事ですけど、延命しすぎないことも大事みたいな言ってました。ということって感じですけど。これ多分ワンチャンケツペッカです。もうそれすら読んでいきます。で、このギャングは読めなかったよ。待って。まあまあまあ。これさて、大砲早かったですね。大砲が残ってくれないときつい。ならへだほー、ならへそ。はい。なるほど。これはもうウッドファイブしてめんどいから。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。多い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 よ。多いけど守れちゃう。いいですね。余裕ですね。やばくない？今の、ちょっと待って。今自分でもびっくりしたんだけど、正直負けたと思って今のあの軍隊みたいなの来て。奇跡的に神防衛したんだけど。やばくないですか？やばくないですか？びっくりしたんですけど僕。これちょっと困りますね。これちょっとやばい。これ調子乗って、あれ裂いちゃうと、ウッド裂いちゃうと、後ろギャングとかされちゃうんで、
まあ、ここ許容ですね。で、ここも打って言って、相手ペッカとヤングしかない。オーケー、気持ちアイスピ、硬いなこれ。まあまあまあ、これでマスケ残るでしょ、おいしい。延命していきますね。延命していくというか、まあまあ気持ちね。これが、OK、何来てもウッディで通る、ファイボ削り。ファイボ削りで勝ちなんですけど、ちょっとちょっと待ってください。ファイボ削りしちゃうと負けちゃうんで、一回防衛します、ちゃんと。はい。はい。一回ちゃんと防衛する。いい防衛。あと、ファイボーとウッディですね。まあ、上手い人だったら、多分もうさっきの間にウッドとか打ってるんですけど、僕にそんなことは無理です。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。ふぅー。イージーですね、多分。まあ。まあまあですね。ピッカ工場って相性がいいらしいんで、まあ工場をしっかり大砲で処理すれば相性がいいって聞いたんでね。はい、まあこんな感じですね。まあ、初見、まあ、初26動画にしては、まあまあ、だったのではないかなと思います。はい。ということでね、まあ、26な、そんな、なんですけども、これからもっともっと練習して、ちょっともっとマシなね、ちょっと上手って思わせるような26動画出せるようになりたいと思いますんで、はい。期待しててください。ということで、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。